フレッド・オットマンは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。バージニア州ノーフォーク出身。WWF での台風海や、タグボート、WCW でのザ・ショックマスターなど、様々なリングネームで活動した巨漢ファイターである。1984年、NWA 県フローリダ地区の CWF にてビッグ、ババのリングネームでデビュー。1985年は、 テキサス州サンアントニオのテキサスオールスターレスリングに出場し、ブルーザーブロディ、イライジャー・キーム、カリーム、モハメット、カマラ、ワンマン・ヤング、ハクソー・ヒギンズらを相手にスーパーヘビー級の肉弾戦を展開。12月には、あるマドリルを破り USA ヘビー級王座を獲得した。1986年からは、テネシー州メンフィスのクアを、 主戦場に、ババザ・ターミネーター、ババザ・ウェルト・コレクターなどのリングネームで活動。1986年10月6日には、パッド・田中を下し、全部王者ゼリー・ローラーの返上で空位となっていた、クア・インターナショナルヘビー級王座を獲得。同月27日には、トレイシー・スマザーズを破って、ミッド・アメリカヘビー級王座にも退官している。百八十八年下期からは、 フロリダの FCW にて、US Steel を名乗り、11月9日に、リックスレーターから、FCW フロリダヘビー級王座をダッシュ。当時 NWAWCW を離脱して一時的に、古巣のフロリダ地区に戻っていた、ダスティローデスとも構想を展開した。1989年6月、ビッグ、マンスティールの名前で、WWF のダークマッチに登場。 しかしすぐに姿を消し、翌1990年に水平ギミックのタグボートトーマスとしてベビーフェイスのポジションで再デビューする。やがてリングネームをタグボートと簡略化し、ハルク・ホーガンのパートナーとなってアースクエイクやディノ・ブラボーと構想した。1991年5月にヒールに転向し、タイフーンと解明。ジミーハートをマネージャーに ライバルだった、アースクエイクとナチュラルディザスターズなる長距離間タッグチームを結成、リージョン・オブ・ドゥームの WWF 世界タッグ王座に再三挑戦した。1992年には揃ってフェイスターンを行い、7月20日にテッド・デビアスと IRS のマネー・インコーポレーテッドから WWF 世界タッグ王座を奪取。また、同年4月には、 SWS にナチュラルディザスターズとして来日し、ジョージ・タカノとタカノ・シュンジの兄弟チームを破り、SWS タック王座も獲得している。1993年、WCW に移籍。ザ・ショック・マスターを、シンリングネームに、ストームトルーパー風のかぶり物をつけた覆面レスラーに、変身、スティングや、デイビー・ボーイ・スミスのスケットとして参戦する。しかし、 初登場時の生放送の公開 TV ショーにおいて、セットの壁を突き破る際につまずいて、被り物が脱げ、正体をさらしてしまうという大失態を演じた。このシーンは、後々まで語り草となり、近年も、WWE やティネでネタにされている。その後、軌道修正を図るべくアンクルフレットなどのコミカルが、キャラクターに再変身するも、すぐにフェードアウト。 以降は1994年の短期間の WWF 復帰を経てインディ団体を転戦し、1995年には台風名義でウォーにも参戦した。2001年4月1日、レッスルマニア X7 におけるギミックバトルロイヤルではタグボートとして久々に WWF に登場。同年の引退後は、 フロリダ州レイクランドにて建物清掃サービス会社の安全管理者として働く一方、リトルリーグのコーチも務めている。ありがとうございます。